こんにちは、ゾーリプーです。今回ですね、ベンダー様より商品が送られてきましたので、その商品をご紹介させていただきたいと思います。イヤホン、ヘッドセットになります。取扱説明書、保証書、メッセージカードですかね。次回購入 20% オフのクーポン、サイズ違いの交換用のイヤーピース、止めるためのクリップ、ハードケース、このようになってます。イヤホンですね。ケーブルなんですけども、一見普通のビニールケーブルのように見えながら、折り込みっていうんですかね、このように折り込みになってるケーブルになっています。なので、なんて言うんでしょう、ケーブル同士が重なって、ひっついてしまう、絡んでしまうということがないケーブルになっていますね。ジャックの方は金メッキになっていますね。同じデザインですね。リモコンの方になってます。マイクの方もですね、ついてますので、ヘッドセットとしてですね、使うこともできます。なかなかものすごく高級感のあるデザインですね。はいはい、こういうデザインになってます。このケーブルのところですね、R と L、 右左がですね、記載されています。ケーブルまとめ用のですね、輪っかというんでしょうか、がここについていますので、これをピューッと下まで伸ばせばですね、開くので耳に入れることができるようになります。このイヤホンはカナルタイプの形、弾丸系のタイプになっています。はい、少しですね、装着するとですね、ちょっと耳から出るのかなっていう感じはします。音質なんですけれども、どちらかというと、やはり中音ベースのですね、ドライバーになっています。音質とてもいいです。中音をベースにですね、高音、そして、低音ということで、まあ、若干私の中ではですね、低音が弱いのかなというふうには感じますが、全体のバランスっていうんでしょうか、音のバランスはとても聞きやすい音質に仕上がっているドライバーイヤホンだというふうに感じました。お値段がですね、2000円以下ということで、こういう安い価格帯でありながら、音質そのものはですね、3000円から4000円ぐらいですかね、のイヤホンに相当する音質ではないかなというふうに思います。音に癖があったりとかですね、こもるとか、極端に中音だけとか、極端に高音が強いとか、極端に低音が強いということもなく、癖のない中音をベースとしたスタンダードイヤホンというふうな形でですね、使っていただけるイヤホンじゃないかなというふうに思います。見た目以上にね、音はですね、かなりいい音を出してました。2000円以下でお安い価格帯でですね、ヘッドセットとしてですね、マイクもついてて、リモコンもついてて、このハードケースですね、持ち歩きの場合にはとても嬉しいハードケースですね、が付属してて、このお値段2000円以下っていうのはですね、とてもありがたい商品じゃないかなというふうに思います。見た目もですね、とてもクールなデザインですよね。かっこよく使うことができるんじゃないかなというふうに思います。はい、いかがでしょう。なかなかいいイヤホンじゃないかなというふうに思います。はい、いかがでしたでしょうか。参考になりましたでしょうか。それではまたご覧になってください。さよなら。